松野さんこんにちは。そして動画をご覧の皆様、なんか一日が終わってそれから空いた時間ができるじゃないですか。でそこで大切なことをしようと思うとやっぱりね、疲れたりね、眠たくなったり、あ今日無理だなと、また明日にしようかなっていうふうに思っちゃうことって確かにあると思うんですよ。まあこの解決策と悩みっていうのは昔から私のところにもありまして、ですでにね、あの解決策っていうのは、まあ、あることはあるんですよ。それはですね、大切なことから順番にその日やるってことなんですよね。まあ、目覚めてそれから大切なことをやって、徐々に大切じゃないことにシフトしていくと、一番最後疲れて疲れてもう眠くなった頃は一番大切じゃないことが残るんで、それはやらずに済むということなんですよね。まあそれが誰どれがね一番大切なのかってことをこう順番分けしないといけないところはありますけどね。それがだから選択のセンス、選択と集中ってことになってくるのかなと思います。まあ私の場合ではあるんですけども、まあ、私がねまだ30代の頃ですけども、まあ、やっぱり固定した労働ってのはあるわけですよ。これはまさに生活費を稼ぐための労働です。でそれが終わって1時間2時間何かの、まあ、将来のための勉強とかをしようと思ってもなかなかねうまくいかないんで、逆にですね1時間かかるのは24時間1日のうちどこでも同じなんですよ。ということは1時間早く起きて、その起きた1時間でそれをするということにしたらどうかなと思いまして、まあこれねよく言われることなんですけども、大切なことは起きてすぐしろというふうなね、そんな成功法もありましたんで、まあそういうふうにしてみようかなと思ったんですよ。まあこうするとねすこぶる調子がいいんですよね。で場合によっては出社を早めることもできるんですよ。で会社に行くのが30分とか早くなると30分周りの人よりも先行できるわけですよね。先にずれば人を制すって言葉がありましたけども、あの何人かがいるところに自分がおはようございますって入っていくのか、真っ先に自分が行ったところにしばらくして皆さんがね徐々に来るのかってことで、あのやっぱりね全く違うのがどんな順番で人が来るのかなってことと、他の人はどういう順番で作業してるのかなってことが見えるんですよね。で自分自身のことはだいたい午前中にほとんどの仕事とかスケジューリングが終わっていて、まあ、午後はほとんど余裕を持ってね、見通しがついたことをやっていけばいいっていうことになりますんでね、まあ、なかなか固定作業があってそういうふうに前倒しでできない仕事もあるんでね、なんとも言えないところがありますけども、まあ、私は麻雀店でこれだったんですよ。麻雀店っていうのはいつお客さんが来るのか分かりません。でもですよ、一番最初に入ってずっと見ていくとスタッフがどの順番で来るのかってことは、やっぱりスタッフってね同じ順番で来ますね。ギリギリに来る人とかなり余裕を持って来る人と一緒と。で前もって本当にね30分前出勤とか1時間前出勤する人ってのはことに優秀なんですよね。だからここに何かの関係があるんじゃないかなと思いまして見ていたんですけどね。まあでもなんかね、誰かが30分早く来ると自分は40分早く来ようかなってことになって、そうなると向こうの方もね今度50分早く来るようになって、早く来るインフレーションが始まるんですよね。まあそうやって力がついていくところもあったりとか、妙な信頼関係が高まっていくところはあったかなと思います。はい、まあいろんなね、例を申し上げましたけども、起きてからすぐやると何もかもいいのかなと。大切なことが済んだ状態で徐々に大切じゃないことに一日を追うごとに変わっていくと、一番最後の方はまあ大して大事じゃないことが残っているって感じですよね。だからこれを多分従来の形だったら、まあ今の生活の中でいろいろが終わってから一番大切にしていることを最後にやろうとしている時にできないから、ちょっと気遅れしちゃったりとかね、それがまあ言ってみれば罪の意識とか、このままじゃいけないっていうふうな感情になっちゃうのかなと思いますんで、まあ全部が全部ではないですけどね。例えば10分で済むことだったら、朝起きてすぐ最初の10分にそれを使ってみて、それから日々のルーチンに戻るっていうことでどうかなと思うんですよね。まあとにかくちょっとだけ早起きするっていうのがミソなんですよね。ということで、私の場合はそういうふうにしてまいりました。まあなかなかここはね葛藤が多いところだと思いますけどね。私もまあ2時とか3時に起きるとだいたい7時ぐらいには全部終わってるっていうね。あとはあってもなくてもいいことの積み重ねになっていくっていうライフスタイルで今やっております。
まあこのね2時3時に起きるっていうのはねちょっと極端ですけども、でも最初は私もね5時とか6時ぐらいに起きていたんですよね。それがだんだん前倒しになっていったって感じですかね。そして寝るのはだいぶ早くなりました。だから1日のサイクルと同じなんですよ。1日のサイクルが同じでガクッとこっちに半円形でずらしたような感じですかね。まあそれはそんなに難しいことじゃなかったかなというところですね。じゃあまた動画の方を送っていただければと思います。ありがとうございました。